はい、こんにちは。2021年8月18日水曜日。ついに買ってしまいました。ついに買ってしまいました。私、電マ買いました。はい、電マ。今ね、皆さん、ご使用用途についてね、二手に分かれたと思います。宇宙リスナーほとんどね、違う方向行っちゃったと思いますけれども、これ、スライブさんが出している、れっきとしたハンディマッサージャーですからね。以前私、スライブの、なんか肩こりマシーンも買ったことあるんですよ。健康グッズですからね。健康グッズ、お慰めグッズではございませんからね。アマゾンで、ハンディマッサージャーって検索したら、圧倒的1位 圧倒的ベストセラー、これだなと、これだなという思いました。なんかね、学校の図書館で本読んでるかわかんないんですけれども、凝りがね、いつもと違う場所の凝りがちょっと出てきてて、それをどうにかしたいということで、うちにね、多種多様なゴリゴリマシーンがあるんですけれども、ちょっとこう、自由度の効くやつが欲しいなと思って買いました。2000円ぐらい。安いんですよ。で、これロー。ここいるわけですよ。で、これハイ。まあ、なんだろう。高周波。低周波って感じですかね。これ私的には強い弱いではなくて、深部に効く、あと、ガーッと上辺に効くみたいな感じで、弱い方がやっぱ深部に、血流が良くなるみたいな。で、強い方にすると、表面っていうイメージで使ってますけれども、なんかね、この辺と上がるんですよ。まあ、昔から私、ここの筋子がずっと痛いっていうのは言ってたと思うんですけど、筋子からここで、ここになんかリンパの塊があるんですよね、ここ。ここです。ツボがあるんですよ。お灸もよくあるんですけれども、これ鎖骨あるでしょ？で、ここになんかくぼみがあるんですよ。その指2本下みたいな ここがツボになってて、そこをこう、やってあげるとか、あと、この辺？この脇から、なんだろう。脇から、まあ胸がありますよね。胸が、ここね、こう胸があるじゃん。この辺からこう、わかりづらいかもしれないけど、そこがすごい痛いんですよ。今までだったら大体まあ、ここ筋子から、あとこの辺とか、あと耳のこの、ここから全体的に、で、ですよね。あれ出ない。今日出ない。今日出ない日。なわけない。これね。この筋子。今日なんか出ないね、あんまり。こっち側出る。ほら、出るでしょ。この筋子。これがね、まあ、ずっと痛いって何年も言ってると思うんですよ。お灸を、ここから、ここですね。ここにくぼみあるでしょ？うるさい。ここがツボなんですよね。つうか、この辺、この耳周辺ってやっぱツボが集まってて、で、私よくここに、ね、サイボーグのようにお灸貼ったでしょ？ここもそうだし、ここね、だからここですよ、ここ。ここを貼ったりとか、まあ、眼精疲労が来るんですよね。で、ここがここね。こう筋子一本取ってでしょ？これ痛いと。なんかこう、ただね、これのマッサージでは、ここの筋子にはちょっと向いてないかなっていう、リンパの筋子にはちょっと向いてない気はする。だけど、肩甲骨のこことか、まあ目的であったこの辺？見えない。この辺っていうのは、まあ、良いかなと。で、なんだかんだ言ってちょっと重いっすね。今まで買ったことなかったらわかんなかった。結構重たくて、使ってると手が疲れるっていうので、まあ寝っ転がって敷いて使うみたいなマッサージ機とはまたちょっと、ニュアンスが違うなと思います。あとは、まあ私の諸事情により、右手首の可動域が狭いので、左手は結構、好きなように動くけど、右手でもうちょっと底みたいなとこ届かないですね。まあ、マッサージしてても、こっちでこうやる分にはいいんだけど、こっちだと、なんだろう。こう掴めるじゃん。これ掴めないですよ。これ
これ以上いかないの。これ以上いかないの。こっちはこれでしょ。これでしょ。これ以上右手はいかないの。だから、これしょうがなく右手をひっくり返して、こうやってやるとかっていう、しょうがない、しょうがない、しょうがないでやってたんで、まあ、これを持つと、こうほら、可動域狭くても、ここね、効くんですわ。わかるでしょ？わかるでしょ？で、まあ、この肩甲骨のあたりに関しては、いっぱい持ってる、ベッドの上に敷いたりしてゴリゴリやってくれるやつでいいんだけど、ここの、このサイド、サイドバイサイド、ここをやれる機材って、あんまないよね。やっぱこういうやつがいいかなと。で、まあ、リンパとかこことかね、すげえいけっかなと思ったんだけど、なんかちょっと違うね。この辺だったら、やっぱ低周波治療器とか、音球器、応急とか、の方が向いてる気がする。だけど、まあこれ、コストパフォーマンス半端ない、電話は。電話アマゾンで、ハンディマッサージャーじゃなくて、多分電話で出るんじゃないの、これ。電話。ちょっと、電話ってなんかいろんな種類出てんだね。知らんわ。知らんわ。ちょっと待って、電話だと、ちょっと、電話で検索すると予測変換がひどいので、おすすめしません。リンク貼ってきますね。ハンディマッサージャーで検索すると、なんでハンディマッサージャーで女性用っていうなんかワードが出てくるのかわかんないですけど、ハンディマッサージャーね、これ、アマゾンチョイスであり、売れ筋ベストセラーナンバーワンと。なんかね、これもね、なんか種類がいっぱいある。いっぱいっていうことでもないけど、交流療養とか、なんかあるんですけれども、一番スタンダードに売れているやつ、1931円。激安。激安。なぜかアマゾンフレッシュが送付になってますけどね。ああ、これね。これ結構かなり強いので、今ここの、歯の上の、ここの部分まで響いてきてるんですよ。だちょっと力具合が大事。あと腰。まあ腰はね、これでやるよりゴリゴリマシンいっぱい持ってますから、そっちの方がいいかなという気はします。まあとにかく変なというか、横がなぜか痛いので、そこをなんとかしたいなと思って、ハンディマッサージだと思って、検索したら、まあ、こうなるよね。こうなるよね。ちょっとレビュー見てみる。アマゾンレビュー。おすすめ商品がアダルトグッズだらけに。マッサージチェアを買うほどでもないけど、簡単な電動式マッサージがないものかと探しておりましたおり、この製品を見つけました。とにかく、うんたらかんたらで有名なうんたらかんたら製品を買うか悩みましたが。なるほどね。だから、違うから！だってスライムって健康器具のメーカーだから。あとは、長時間やってると、すごい、こう熱くなる。なんか、お風呂上がりとかにバーってずっと結構やってると、ここが、熱持ちますね。だから、まあまあって感じ。足裏とかは、って感じだな、それも。やっぱり、健康グッズマニアの私としては、適材適所って感じかな。ただ、2000円だからね。2000切ってからね。1930円。これはね、コスパすごいっすよ。コスパ半端ない。コスパ半端ない。やっぱ買ってよかったなと思ってます。あとは、重いんですよ。こいつ自体が重いから、なかなか、お風呂上がって今日やろうって思っても、なんか重いから、いやーっていう。使わなくなっちゃう可能性もある。今んところちょっと頑張って、マッサージするようにしてますけれども、重くて手に取るのが、重たいってなるから、徐々にフェードアウトしていく可能性はあるなと思っております。というわけで、電話を買っためぐみでございました。また会いましょう。バイバイ。